仕事に行きましょう。なんだよいきなり。受ける依頼も決めてあるんです。はい、これ依頼書です。グレイ様とジュビア二人っきりのお仕事です。先に行って待ってますから。必ず一人で来て。あ、おい、って言っちまった。くす。さあさあ行きましょうグレイ様。おい、そんなにくっつくな。いいじゃないですか。誰も見思いっきりギルドの中だろ。全員こっち見てるぞ。はいはい、お幸せに。さっさと行っといで。二人きりでお仕事か。デート。ちげえよ。ほら行くぞ。ああ、そんな強引に。やめてく。変な声出すんじゃねえ。はい。行き先は。行き先は。ここにするか。何が出てくるか。やれやれ、お出ましか。アイスメイクハンマー！ウォーターカーネ！アイスメイクハンマー！ジュビアにかかればこんなものです。
アイスメイクハンマー！ウォータースラーです！アイスメイクハンマー！ウォータースラーです！グレー様、勝ちましたよ！さあ、行きましょう。アイスメイク、アイスゲイザー！切り刻みます！ウォータースライダー！さて、アイスメイク、アイスゲイザー！ウォータースカーネス！ジュビア、愛してる？ああ、困ってしまいます！これで依頼…ジュビアとグレー様の二人なら、へいへい、仕事が終わったんだからさっさと…もう釣れないんですから。グレ様、危ない。何？モンスターがまだ残ってやがったのか。グレ様、お怪我はありませんでしたか？ベタベタ触るな。グレ様が無事で。ちょ、ま、抱きついてくるな。いいじゃないですか、ここなら誰も見てません。余計にダメだ、帰るぞ早く。あー、待ってください、グレー様。グレー様。お？アイスメイク、アイスゲイザー！切り刻みます！ウォータースライダー！守る！切り刻みます！守る。切り刻みます！ウォータースライダー！守る。これを使います。さて、行こう。アイスメイク、これで決めます。やれやれ、お出ましか。アイスメイクハンマー！切り刻みます！ウォータースライダー！アイスメイクハンマー！やっ！グレー様、勝ちましたよ！
行き先はここにするか。さて次は、行き先は、帰ってきたか。報告も終わったし帰るとするか。お疲れ様でした。この後はどうします？お前んち女子寮じゃなかったか？そりゃまずい。そうですか。ああ、そうだ、さっきは言いそびれたか。助けてく、そんな、シビアはくれ、いや本当に助かったぜ。それはつまり、そうは言ってねえよ。シビアも一生クレイ様についていきます。ようやった。やっ、どのラクリマを作る？皆さん、おめでとうございます。ギルドが無事に再始動できたみたいで、私もほっとしました。立派なギルド。というにはまだ、
頑張っておるの。おおおおいおい、ラクサス。いいだろう。レイジングボルト。最大防御魔法三中式。よし。頑張っておるの。よし。ルーちゃん、どうしたの？レビーちゃん、7年前。私たちが天狼島に行ってすぐ出版された本が、あらら、なんていう本？これなんだけど。あ、これなら私前に町の露天商で見、本当？探してみるね。言った通りだ。ん？何だい？何か買ってくのかい？この本いくらですか？おお、あんたフェアリーテイルの魔導士かい？そしたらさぞかし、そいつを買うっていうなら20万ジュエルでどうだい？
20万そんなに出せるわけないでしょ。というか完全にぼったくりじゃない。それじゃあこの本は譲れんな。だがどうしてもというなら品物と交換ってのはどうだい。品物？ここに書いてあるものを集めてきてくれ。そしたらそれと交換で譲ってやるよ。なんで私がそんなお使いみたいなことしなきゃいけないのよ。ちゃんおやおや、まさかフェアリーテイルの魔導士ともあろう人がこれくらいなんかムカつくわね。わかったわ、やってやよろしく頼むよ。どこ行こうかな。ここにしましょう。気をつけていきましょう。よっしゃ、行っちゃいくか。痛いわよ。よし。グレンカリュー君。もう終わりか。暴れたんねえぞ。よし。やった。さあ行くわよ。ルーシーキーク。どこ行こうかな。ここにしましょう。さて次はと。やった。はい、頼まれてたもの持ってきたわよ。これでいいんでしょ。ええ、毎度あり。それじゃあこいつは持ってっていいぜ。まあ投げないでよ、20万ジュエルの本。20万。ああ、そういう設定って言った。今聞き間違いだろう。ほら、用が済んだらさっさと行きな。釈然としないけど、まあいいわ。ともかく本が手に入ってよかった。早く。
どこ行くかな。よし、ここだ。暴れたんねえぞ。よいしょっと。やん。よいしょっと。ありがとう。よっしゃ、行っちゃいっか。開け魔化地球の扉、カプリコーン。はー、カリーの鉄拳。ルーシーキリック。よし、カリーの鉄拳。よっしゃ、勝った。よいしょっと。お宝だ。よいしょっと。うん、よいしょっと。ハラハラ。どこ行くかな。よし、ここだ。なんだルーシー、まだそんな格好してる。もう着替えてるって。修行は？もちろん分かっている。こういうのはメリハリが大切だ。よくは肝心なものが抜けてる気が。おほ、おう、もう熱、よい
しょっと。よいしょっと。おりゃ！よっしゃ！行っちゃ行くか！暴れたんねえぞ。おりゃ。よっしゃ、行っちゃ行くか。ルーシーキックこのくらい楽勝ね。おりゃ！さあ、行くわよ！開け！電化地球の扉！スコーピオン！サンドバスター！よし！グレンカリュー君！ルーシーキリック、なかなかやるでしょ。
その調子です、ルーシー様。大地を、風を、気を肌で感じるのです。そして自然と一体化するように。きつい。レイラ様も同じような特訓をして精霊魔法を鍛えてましたよ。ねえ、一なる魔法って聞いたことは？全ての魔法の始まりの魔法ですね。ハデスが言ってたの、それを手に入れたいって。私、お母さんからその話聞いた。それは一見簡単に手に入る、そして確かに何事にも勝る、お母さんは言ってた。だから私は一なる魔法って。とても素晴らしい解釈です。ハデスもそう考えることができたら。やめ、もっと強く。あいさ、もっともっと強く。あいあいさ、俺たちのギルドを舐めてる奴らを黙らせてやる。バルゴ、いきなりどうしたのよ。そういや、ルシーが7年間かわいそう。ルシーのせいで。いえ、それは大した問題ではないのですが。あ、なんだと。精霊界にて王がお待ちです。皆さんを連れて。よし、任せとけ。友達の頼みとあっちゃ。行きます。ここが精霊界？たちなりに考えた。どう？びっくりした？今回は特別よ。なんだ、そういうことか。びっくりさせやがって。久しぶりだね、みんな。さあ、僕の胸に飛び込んでもいいよ、ルシー。どうぞ。こよりは大いにの。ありがとう、みんな。古き友よ、そなたには我々がついている。本当にお前は精霊に会い、みんな最高の仲間だよ。そういえば一つ言い忘れ。あ、まさかそれって、こっちでの1年が人間界での1日みたいな夢のような修行ゾーンなのか。いいえ、逆です。精霊界で1日え、終わった。き
時間がいい。今からでも遅くない。5日間で地獄の特訓だ。お前らエルザの頭に鳩が、足に何かついてる。メモだ。なになに、フェアリーテイルへ、丘にある壊れた吊り橋。なんだよ偉そうに。どうしますか。なんか怪しいわよ。いや行ってみよう。行け。